お待たせいたしました。市民球場です。読売ジャイアンツ対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の直江、対するファイターズの先発は左の上原、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。ピッチャーを変えてきました。池田降板、右の安西、今日5人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。9回の裏、3点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、この回に初球を打ちました。これは内野へのフライだ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは浅野。背番号51。第9、直球ストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから投げました。ストライク。第3球を投げた、1つ外してボール。さあ4球目、サークルチェンジ、空振り三振。バッターは指名打者菊田。スタンドからは大きな声援が上がっています。第9、アウトロー、外れてボール。投げた、アウトコース低め、ボール。第3球見送ってストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ストライク。さあ次の1球が最後となるか。第6球を投げた、変化球、空振り三振。2者連続三振になりました。ファイターズ見事勝利です。ご覧いただきましたように、本日の試合はファイターズが勝ちました。勝利投手池田、敗戦投手鈴木、西武安西でございます。さて本日のヒーローは加藤。本当に今日は大活躍でした。